発光大演習での雪上走行大原、鉄鋼所製造の七十八式雪上車の操縦席で、納入当初の初期型の特徴である七十三式大型トラックと同型のシフトレバーの形状。また、初期型の特徴である、制動のためのブレーキペダルがない。写真にあるペダルは、クラッチペダル大原鉄鋼所製造の七十八式雪上車の運転席で、初期型と違い。 シフトレバーは民生品を活用七十八式雪上車の景気類十八式雪上車は陸上自衛隊の主に普通化部隊が雪上における物資、機材の牽引や人員の輸送、紹介に使用する雪上車。主に北海道の部隊、上越市の第2普通化連隊、米子市の第8普通化連隊など日本海側の豪雪地帯に配備されており、また、 雪上車とと同じ場所に配備されることが多い1978年に正式採用され、1996年に78式雪上車型の配備が開始された。隊員間の通称は大雪と呼称される。操縦には大型免許及び大型特殊免許の取得が求められる。この車両の最大の特徴は理体である。通常の鉄ではなく、 強化樹脂製の履帯及び接地面にスパイクを埋め込んだゴムを使用している。また、天輪も鉄ではなくゴムタイヤを使用している。これらは78式雪上車を製作している大原鉄工所の独自の技術である。大原鉄工所は新潟県長岡市に本社を構える。老舗の企業で南極観測隊の雪上車を製作したことでも知られる。 厚い手袋を装着していても作業をし、安いをあらゆる箇所に工夫がなされていたり、整備なしで1年間放置しても夏の暑さで劣化することはなく、また、翌年の冬にはそのまま使えてしまうというタフさも特徴である。普段は荷台にホロを装着しているが、ホロを取り払って荷台に、重火を置き、79式体、集停対戦車誘導弾や1 2 7ト、mm、ル重機関銃。 M2 などの部隊科機などを搭載することも可能である。60式3トン雪上車及び61式大型雪上車の後継に位置づけられる。1972年より技術研究本部も関与して開発が行われた。1978年の正式化以降、継続して調達が行われており、生産数は500両以上。平成15年度には18両。 平成16年度には19両、平成17年度には15両が納入されている。なお、重式接乗車の納入開始に伴い22年度末をもって新規調達は終了している。初期型運転席は、椅子図の73式大型トラック部品などを流用した内部設計が取られており、改良型においては民生品の流用も行われている。 納入当初の車両のソーダはソーダレバーによる制動で左右の旋回を行うように設計がされておりまたこの方式のために制動のためのブレーキペダルが設置されておらず制動時は2本のソーダレバーを同時に手前に引くことで制動をかけていた B 型に改良されてからは旋回方式が制動から クラッチの接続と解放することによる左右それぞれ動力の伝達を変えるように設計が変更されたことからブレーキペダルが設置されている。ありがとうございます。